ラーメン家系ラーメン一般的な家系ラーメンに味玉をトッピングした物家系ラーメンあるいは横浜家系ラーメンとは1974年創業の吉村屋を源流とするラーメン店の店舗群あるいは吉村屋に類似する濃厚な豚骨醤油ラーメンのジャンルを指す名称豚骨や鶏柄から取っただしに醤油のタレを混ぜた豚骨醤油ベースのスープ太い中華麺と地ユに ほうれん草、チャーシュー、海苔のトッピングで構成される。麺の硬さや油の量、味の濃さを好みに応じて調整してもらえるのが一般的である。もともとは吉村家からのれんわけ及び派生したラーメン店により広まったもので、屋号に家が多かったことから家計という通称で呼ばれるようになった。吉村家の流派に属せず独自展開した店もあり、16、屋の流れを組む店は、 一系とも呼ばれる。さらには2010年代中頃からは大手外食産業が吉村家やその他の家系店舗とは全く無関係に手掛けるチェーン店が増加し、これらは資本系と呼ばれる。資本系の店舗の多くはセントラルキッチンで作られたスープを各店舗に持ち込んでラーメンを作っており、大量の豚から鶏殻を常に炊き続けることによってできるフレッシュな スープを提供する吉村家の系譜をたどる個人店舗とは味が異なると言われている。家系ラーメンを出す店は2013年9月時点で日本とアジアを中心に約1000店舗あるとされ、そのうち横浜市内には約150店舗あるという。ただし、そのほとんどが資本経営によるフランチャイズチェーン店で本来の吉村屋の流れを組む。 店舗群はごくわずかであり、逆に、資本系との差別化を図るために、吉村家で修行しながら、家を名乗らない、独立店主も少なくない。かつて、吉村や、本木家、六角家の三夜号が、家系ラーメンご三夜と呼ばれていた。吉村家のラーメンに野菜をトッピングしたもの、家と書かれることが多い。太いストレート麺。もちもちとした、独特の食感を持つ。 他の中華麺より短く、腰が強い。家系ラーメン店では、製麺所の名が入った麺箱が店頭や店内に積まれることが多く、そこからどこの製麺所の麺を使用しているかを知ることができる。ネギ、チャーシュー、海苔、ほうれん草などがある。麺の湯切りは、いわゆる手棒と呼ばれる、深猿ではなく、平猿をほぼ直角に曲げて変形した猿でする店が多い。 家計の湯切りは一人前になるだけでも4、5年かかると、される。家系ラーメンでは、ライスと合わせる客も多い。そのためライスを無料サービスする店舗もある。ラーメンと合わせた食べ方を具体的に案内している、店もある。ありがとうございます。